こんにちは、りょうです。それでは今日も元気よくお金の勉強をしていきましょう。今日のテーマはこれですね。高すぎると不利。最もコスパの良い,い年収は最適年収3パターンについて解説。こういうテーマで話をしていきたいと思います。今日の話題ですね。会社員の皆さん、コスパの良い,い年収について考えたことはありますかお金っていうのは稼げば稼ぐほど税金が増えます。学長、おかしいんだよ。 毎年給料が増えてるのになぜか生活がそれほど楽にならないんだっていう人がいたらそれは税金だけにやられてるのかもしれません。年収が増えるってことは一般的には仕事の責任が増えて税金の負担もどんどん増える。プライベートも充実させたいっていう人はもしかしたらがむしゃらに稼ぎまくるよりもコスパのいい最適な年収で心地よく暮らした方がいいのかもしれません。今日の動画では年収が高いと不利になる理由7選と最適年収はいくら ?3 パターン紹介。 この二つについて解説します。仕事とプライベートのバランスをしっかりとってコスパ良く暮らしたい大人しめの人。とにかくぶっ飛んだ年収を稼いで金持ちになりたい野心的な人。どちらの人にも刺さる内容になっていると思います。ぜひ最後まで見ていてください。それでは解説いきましょう。年収が高いと不利になる理由7選。結論を先に言っておくとこの7つです。所得税率が上がる。給与所得控除のコスパが悪くなる。配偶者控除がなくなる。児童手当がなくなる。基礎控除がなくなる。住宅ローン控除が使えなくなる。 公的支援が薄くなる。順番に見ていきましょう。まず一つ目。所得税率が上がる。こちらの表をご覧ください。年収が上がるにつれて、所得税率は5%から45%にまで上昇します。念のために、年収と所得の違いについて説明しておきます。年収と所得の違いをちゃんと自分の言葉で説明できるようになっている人、意外に少ないです。超重要なんで、これを機会にしっかり覚えてしまってください。年収っていうのは、自分が受け取った報酬の総額、年間の収入ですね。 会社から給料月30万円もらってて、賞与、ボーナスを夏30万円、冬30万円もらっている人の年収はこうなるんですね。月30万円かける12ヶ月で年間の給料は360万円ですよね。そして年間のボーナスは60万円ですよね。これを合わせたものが420万円。これが年収です。一方で、所得っていうのは税金を計算するための概念です。 学長所得とか概念とか難しい言葉使わないでよ年収に税率をかけたら税金を計算できるみたいにシンプルにすればいいのにって思う方もいるかもしれませんが、年収に税率をかけてもうまく税金を計算できないんですね。なぜなら人によってかかっている経費が違うし、生活環境なども違うからです。たくさんの収入を得るためにたくさんの経費を払っている人に対しては、経費を認めてあげないととんでもない額の税金がかかることになります。それに、子供や配偶者を養っている人の税金は少なくしてあげたいですね。 このような人それぞれの事情を考慮して税金を少なくしてあげるものを、なんていうか皆さん覚えてますかね控除って呼ぶんでしたよね。配偶者控除、扶養控除、医療費控除、生命保険料控除っていったことは聞いたことあるんじゃないでしょうか所得っていうのは収入から経費と控除を引いたものです。以上をまとめると年収っていうのは年間の収入のこと。所得っていうのは収入引く経費引く控除。これが所得です。この所得に税率をかけると税金を計算できるんですね。 お金の世界では本当に重要な考え方なんできっちり押さえておきましょう。では本題に戻ります。年収が高くなった時に年収と同じペースで経費と控除、この2つが増えてくれることはほとんどないので、所得はどんどん大きくなります。そして所得が増えれば増えるほど税率はエグいことになってくるんですね。もう一度こちらの表をご覧ください。所得が195万円までの人は所得税率は5%で済みます。一方で、所得が195万円から330万円の人は10%。 所得が330万円から695万円の人は所得税率が20%。同じく695万円から900万円の人は23%。所得が900万円から1800万円の人は33%っていった感じで税率が上昇するんですね。これとは別に住民税、税率10%がかかるので900万円を超える部分の所得には43%。所得税33%と住民税10%合わせて43%ですね。この43%の税金がかかることになります。 この他に社会保険料も負担しているんで、1年の半分はお国のために働いているっていうような感じになります。年収、高ければいいってわけではなさそうですね。年収が高いと不利になる理由2つ目。給与所得控除のコスパが悪くなる。フリーランスや経営者に認められている経費、会社員や公務員にも一切認められていないわけではありません。彼らにも給与所得控除っていう経費が認められています。 給与所得控除っていうのは、会社員や公務員でも、働くためにいろいろとお金がかかってるだろうから、年収水準に合わせていくらか経費を認めてあげるよってありがたい制度なんですね。金額はこの通りです。これですね。年収162.5万円までの人は55万円の控除。年収850万円より稼ぐ人には、195万円の控除が認められています。学長、高年収の人にもちゃんと控除あるじゃん年収高い方がいいんじゃないのって思う人もいるかもしれません。でも、注意点が2つあります。 一つ目はコスパです。年収162.5万円の人には55万円の控除があるんで、収入の33.8%の控除があることになりますよね。一方で、年収850万円の人は収入の22.9%の控除があることになります。あれ減っちゃいましたよね。給与の伸びよりも給与所得控除の伸びの方が小さいんで、稼げば稼ぐほど、年収に占める給与所得控除額の割合が低くなるんですね。二つ目は上限があることです。 850万円を超える年収を稼ぐ人は年収1000万円だろうと1500万円だろうと2000万円だろうと、給与所得控除は最大195万円までしか認められません。やっぱり稼げば稼ぐほどコスパが悪くなるんですね。年収高ければいいってわけではなさそうです。2回目です。年収が高いと不利になる理由3つ目。配偶者控除がなくなる。配偶者控除っていうのは、養っている配偶者がいる場合には税金を少なくしてあげるよっていう制度ですね。 所得が900万円以下の場合、控除額は38万円です。もし仮に皆さんの税率が所得税率20%、住民税率10%とすると、38万円 ×30%、11.4万円税金が安くなります。11万4千円っていうと新型の iPhone を買えたり、家族3人で国内旅行を楽しんでお釣りが来たりするレベルの金額ですよね。しかしこの配偶者控除、所得が900万円を超えると、38万円から26万円、そして13万円って段階的に減っていって、 所得が1000万円を超えたところでゼロになります。去年会社員を辞めて独立した僕の友人は配偶者控除がゼロになってショック受けてましたね。せっかくリスク取って独立してうまくいって稼げるようになったのにお国にお金持っていかれるんかーいってね、ショック受けてました。ノーリスクで稼げるのは国だけってことでしょうか。年収高ければいいってわけではなさそうです。3回目ですね。年収が高いと不利になる理由4つ目。児童手当がなくなる。児童手当っていうのは 中学校卒業までの子供を養育している人を対象に3歳未満だったら月1万5千円3歳以上から中学生までは月1万円の手当を支給する制度です15年でなんと総額約200万円になりますしかしこちらの日経新聞の記事ご覧ください一部の高所得者世帯の児童手当を廃止する改正児童手当関連法は21日の参院本会議で賛成多数で可決成立した世帯主の年収が1200万円以上の場合は2022年10月支給分から支給をやめるこういう記事があったんですね 年収1200万円以上で支給をストップするそうです。年収960万円から1200万円の場合は、月5000円の支給になります。年収960万円の人は、年収1000万円にアップしたところで、高い税率、手当の減少を考えると、大して手取りが増えなさそうですね。年収、高ければいいってわけではなさそうです。もういい加減落ち見えてきましたよね。4回目です。年収が高いと不利になる理由5つ目。基礎控除がなくなる。基礎控除っていうのは、誰でも受けられる控除です。基礎控除ですからね。 どんな人でも基礎的な控除として48万円の控除が認められています。基礎っていう言葉からわかる通り、税法の世界の基本的人権みたいなもんです。だけど、所得が2400万円を超えると、48万円から32万円、16万円って段階的に減少していって、所得が2500万円を超えたところで、ゼロになります。つまり、所得2500万円以上の人には基本的人権がないってことです。冗談ですよ。でも、税法の世界においては基本的人権がないのと一緒ですよね。 誰にでも認められるから基礎控除のはずなのに。あなた所得多いからこれいらないでしょって基礎控除認めなくていいでしょって。もうこれなかなかひどい話ですよ。基本的人権も認められてない。昔はどんな人にも38万円の控除が認められていたんですけど、日本の財政が厳しくなったことで増税の必要性が高まり続け、最近法律が改正されました。所得2500万円超っていうと年収ベースでは軽く3000万円を超えるでしょうから、学長学長、さすがにそのレベルの金持ちなら税金払うべきだよとか、 控除四48万円っていうと仮に税率50%としても24万円の節税でしょ ?24 万円ぐらいなら痛くもかゆくもないでしょって思うかもしれません。だけど、どんな人にとっても1万円は1万円です。年収300万円の時の1万円と年収1000万円の時の1万円。価値が違うって感じるのなら、それは感能度低減性の罠にはまっています。感能度低減性っていうのは普段50万円が大金に思えても、 5000万円の家を買う時のオプション設備50万円は安く感じるっていう、そういう脳の錯覚のことを言います。詳しくは過去動画で、月収100万円でも転落コース、急に収入が増えた身になりきにありがちなお金の失敗5000、この動画をぜひ見てください。たまーに、学長にとっての1万円なんて花紙みたいなもんでしょうとか、僕たちにとっての100円ぐらいでしょっていう人いるんですけど、これを聞くとぶっちゃけ、あーこの人はわかってないなーって思いますね。お金持ちっていうのはこういう罠にはまらないで、 いつどんな時でも1万円は1万円だって認識してお金を大切にできるからお金持ちになれるんですね。とにもかくにも年収高ければいいってわけではなさそうです。5回目になりました。年収が高いと不利になる理由6つ目、住宅ローン控除がなくなる。あまり知られてないんですけど、実は住宅ローン控除にも所得制限があります。所得が3000万円を超えた都市については住宅ローン控除は使えなくなります。住宅ローンの残高次第なんですけど、最大40万円程度の損になります。 ちなみに銀行で住宅ローン融資の担当している友人の銀行員でさえ、住宅ローン控除に所得制限があること知りませんでした。月収300万円を超えるレベルの人じゃないとこの制限にはかからないんで、まあかなりマニアックなルールであることは間違いないでしょう。金持ちなんだからいいじゃんって思うかもしれませんけど、日本の住宅市場は右肩上がりではないんで少しでも有利な取引をしないと勝てないんですよね。そういう意味では住宅ローン控除が受けられないっていうのはやはりデメリットでしかありません。年収高ければいいってわけではなさそうです。とうとう6回目になってしまいました。 年収が高いと不利になる理由7つ目。公的支援が薄くなる。年収が高いと行政からの支援も弱くなります。経済的に豊かなんだから支援はいらないだろうって言われたらそれまでなんですけどね。例えば、住まい給付金。これは平成26年4月から令和3年12月までの制度です。この制度は、マイホームの購入に際して、年収450万円以下の人は最大給付額50万円が受け取れる。年収700万円の人は10万円しかもらえないっていう感じで、年収が増えると給付額が減ります。 他にも教育費負担軽減のための高等学校等就学支援金制度。これは公立学校に通う場合118,800円。私立学校に通う場合は39万6,000円が支給されます。けれども、年収が590万円以上になると、私立学校に通う場合でも11万8,800円に女性額が半減してしまうし、年収が910万円を超えると、公立、私立問わず支給されなくなってしまいます。こんな感じで世の中には助成金がたくさんありますが、高年収の人は受け取れないことがほとんどです。 年収が上がっているのに豊かさを感じられない理由の一つが、受け取れていた、もしくは受け取れるはずだった助成金がもらえなくなり、さらに税金の負担が上がるからです。要するに、稼ぐと稼いだ分だけ助成金が減って税金が増えるんで、手取りベースではあまり大きく変わらないんですね。僕が民間保険が不要な理由の一つとしてよく名前を挙げる高額療養費制度。一般的な年収ならば、月に150万円の治療費がかかったとしても、ざっくり月10万円程度の自己負担で済みますよってものなんですけど、 これについても高年収の人は自己負担額が多いです。年収高ければいいってわけでは、皆まで言いません。以上、年収が高くなると不利な7つの理由を解説しました。念のため補足しておくと僕は、お金に余裕のある人から多くの税を徴収して、お金に余裕のない人に女性を回す。この仕組み自体が悪いとは全く思っていません。あるところからないところにお金を循環させるっていうのは非常に大切なことです。助け合いがなければ社会成り立たないですからね。マス層と富裕層の課税のバランスをどうするか。 集めた税金の使い道に問題はないのかこの2点については課題はあると思うんですけど、それを語り出すと夜が明けそうなんで、今度にしましょう。次、最適年収はいくらさて、今までの話を踏まえて最適年収について考えてみます。3つのパターンを紹介します。1、無税の最適年収。2、コスパの良い,い最適年収。3、最高効率でお金持ちになれる最適年収。順番に解説します。まず1つ目、無税の最適年収ですね。 これは言葉通り税金が一切かからない年収です。無税という観点から最適化された年収だってことです。東京都に住む自営業者、専業主婦プラス子供2名っていうのを前提にすると、約500万円が税金のかからない年収になります。なぜ年収500万円もあるのに税金がかからないのかそれは経費や各種控除で所得がゼロになるからなんですけど、その細かい計算過程は今日の動画のテーマではないんで、 詳しくは立花明さんが書いた黄金の羽の拾い方読んでみてください。いい本ですね、これ。この本ぜひ参考にしてほしいと思います。二つ目のパターン。コスパの良い,い最適年収。こちらは税率が低く、各種控除、優遇制度も活用できて、普段の暮らし、老後の暮らしに心配がない、コスパっていう観点から最適化された年収です。まさに今日の動画の内容を踏まえて考えられた年収ですね。これはざっくり年収600万円ぐらいかな。所得ベースだと約300万円になります。 年収が600万円あって、給与所得控除は164万円。社会保険料控除が約90万円。基礎控除が48万円。この1番の年収600万円から、給与所得控除と社会保険料控除と基礎控除を引いたものが約300万円なんで、この300万円が所得ってことになりますね。所得が300万円っていうことは、所得税率10%のラインです。これは住民税率10%と合わせて20%のラインなんで、相対的には控えめな税率と言っていいでしょう。 ちなみに投資の売買損益、配当金の税率は約20%で、金持ち優遇の低い税率だって言われています。20%で金持ち優遇の低い税率だって言われてるんですね。だからたびたび政治家から税率をアップせよっていう意見が出てきます。年収600万円なら税率は低い、住民税率と合わせて20%です。各種控除は基本的に全て利用できる。児童手当もカットされない。各種公的支援も比較的受けられる。 今後の高年収サラリーマン狙い撃ち増税のラインにもまだかからないってことで、心地よく暮らせるラインかなと思います。年収600万円っていうと手取りは約460万円です。月30万円で暮らして年間360万円ですよね。年間30万円を旅行などの遊興費に使っても、年間70万円を貯蓄、投資に回すことができます。 年間70万円っていうと、積立てニーサで満額40万円、イデコで満額27万6000人によって上限が異なりますけどね。ということで、ちょうど非課税枠を使い切れるぐらいの金額なんですね。これだけでも20年で約2400万円ぐらいにはなりそうです。全世界株や米国株など主要な株式インデックスに投資して利回り年5%想定した数字です。この年収600万円っていうラインは極端に税負担が重い年収ではないですし、働き続けられる限りは現役時も老後も困ることはなさそうです。 青色申告を活用して無税で65万円の副業収入を得たり、共働きで年収100万円から300万円稼いでくれる配偶者がいれば、かなりゆとりのある暮らしができるでしょう。ちなみに年収600万円は給与所得者全体の約20%のことなんで、5人に1人が到達できるラインですから、絶対に無理ってこともなく、現実的な目標になるかもしれません。3つ目のパターン、最高効率でお金持ちになれる最適年収。最後に効率よくお金持ちになるための最適年収です。学長学長 いくら税金払いたくないからって、税金払うのが嫌でお金を稼ぐのをやめたんじゃ本末転倒じゃない金持ちになりたければいっぱい稼いでいっぱい税金を納めないと。こういうことを考える人もいるでしょう。これはまさにその通りで、一つの考え方として成立しています。外資系の超高年収サラリーマンや成功したフリーランスなど、年収が2000万円を超えてくると税金がやばいことになります。ざっくり800万円ぐらいは税金、社会保険料です。 そして所得が4000万円を超えたところでそこからは55%の税率がかかるようになります。所得税45%プラス住民税10%ですね。これは税金だからしょうがないっていうのはあまりにも重すぎる税率ですよね。だからある程度稼げるようになった人は法人を作ることを考えます。法人を作った場合その法人の所得にかかる税率は33%程度で済みます。これは法人税、法人住民税、法人事業税等の合計ですね。 個人に大金を残すよりも、一旦会社に売上を計上して、そこから個人に給料を払う方が、トータルで税金が安くなるんですね。個人で5000万円稼ぐよりも、法人で5000万円稼いで、そのうち1000万円を個人に払う。法人には4000万円残す。みたいな感じで、分散した方が税金が安くなるってイメージですね。受け皿を増やすんですね。なので、最高効率で稼ぐ場合の最適年収は、法人と個人の税率が同じようになるような年収ってことですね。 法人の税率が33%なんで、個人の所得にかかる税率が33%になるような年収に設定すれば、無駄がなくなるってわけです。個人の税率が33%になるラインっていうのは、所得が900万円未満の場合ですね。年収ベースだと、ざっくり1300万円から1400万円ぐらいのイメージです。これだけ年収が高いと各種控除が使えなくなるんですけど、そこには目をつぶって、あくまでも税率に着目して所得をコントロールするってことです。 結局、稼ぎまくる人はどんなにうまくやったとしても、個人でも法人でも利益の33%ぐらいの税金は払うしかありません。社会保険料まで加味すると上納金はさらに大きくなります。5000万円稼いだとしても、税金や社会保険料を払うと手元に残るのはせいぜい3000万円ぐらいです。生活費500万円として手残りは2500万円。1億円のお金を作るのには4年かかりますね。2500万円4年でやっと1億円ですから。しかもその4年の間に合計8000万円の税金を払ってるわけですからね。大きいですよね。 さて、皆さんは無税の最適年収、コスパの良い,い最適年収、最高効率でお金持ちになれる最適年収、どれを稼げるようになりたいでしょうかまとめいきましょう。何のために稼いでどんな人生を送りたいのか考えよう。今日の動画では次の2つについて解説しました。年収が高いと不利になる理由7選。最適年収はいくらこの2つですね。年収が高いと不利になる理由はこの通りです。1つ目、所得税率が上がる。5%から45%までどんどん上がっていきます。 住民税は年収にかかわらず基本的に10%です。二つ目、給与所得控除のコスパが悪くなる。年収が850万円を超えるともう給与所得控除は増えません。三つ目、配偶者控除がなくなる。所得が900万円を超えると段階的に減っていって、1000万円を超えたところでゼロになります。四つ目、児童手当がなくなる。年収1200万円以上で支給をストップ。年収960万円から1200万円の場合は月5000円の支給になります。五つ目、基礎控除がなくなる。 所得が2400万円を超えると48万円、32万円、16万円と段階的に減少していき、所得が2500万円を超えたところでゼロになります。6つ目、住宅ローン控除が使えなくなる。所得が3000万円を超えた年は住宅ローン控除が使えません。7つ目、公的支援が薄くなる。住まい給付金、高等学校等就学支援金制度、高額療養費制度、こういった給付も年収が高くなればなるほど受けられなくなります。以上を踏まえた上で最適な年収を3パターン紹介してみました。 一つ目のパターン、無税の最適年収、約500万円です。一切所得税、住民税が発生しない年収です。自営業者になるか自分の法人が必要です。またこれは妻子がいる場合で独身だとまた年収変わります。詳しくは黄金の羽の拾い方、読んでみてください。自分の場合はどうなるのっていう人はリベシティで相談するのもありですね。二つ目のパターン、コスパのいい最適年収、約600万円です。税率が適度で各種控除、優遇制度が使える心地よい年収です。 青色申告を活用して無税で65万円稼いだり、配偶者に年収100万円から300万円ぐらい稼いでもらえると、さらにゆとりを持った生活が送れます。3つ目のパターン。最高効率でお金持ちになれる最適年収。約1300万円から1400万円です。法人と個人の税率が同じ、約33%になるような年収ですね。1億稼ごうが、10億稼ごうが、これ以上税率は高くなりません。あくまで自分の法人を持って、法人と個人に所得を分散する場合の目安ですね。さて皆さん。 今日の動画の内容を聞いてどう思いましたか夢がないなって思いましたかそれとも税金払いたくないなって思いましたか今回の動画で一番言いたかったことは何かっていうと、ここが一番重要なとこですね。ただがむしゃらに年収を伸ばしても、ハッピーになれるとは限らないよってことなんです。これが今日一番言いたかったことです。会社や上司のために働きたいのか、皆さんがもらっている給料以上に会社には利益が残っています。そうじゃなければ会社は皆さんに給料払いませんからね。 国や地方自治体のために働きたいのか税率が上がると週に1日から2日は国のために働いていることになります。それとも自分のためだけに働きたいのか自営業者や社長なら勤務先にピンハネされることはありません。うまくやれば無税にもできます。そんな極端な話ではなくっていいバランスを見つけて働きたいのか勤務先、国、自分、みんなのために程よく働く。これに対する答えは千差万別です。今日の動画の内容を踏まえて一体自分は誰 何のために稼いでどんな生活人生を送りたいのか考えるきっかけにしてくれたら嬉しいなって思います。以上参考になれば嬉しいです。今日が人生で一番若い日です。人生は稼いだ金額を競うレースではありません。さらにたくさん稼ごうとすればするほどコスパは悪くなっていきます。自分は一体何のために稼いでどんな生活を送りたいのか、それは他人の価値観ではなく本当に自分の価値観なのか、僕個人的にはまずは自分のために来てほしいですね。 自分の生活が成立してこそ自分が楽しく生きれてるからこそ他人を思いやれたりしますしね。大切なのは自分の人生なのに気がつけば他人の価値観で他人の人生を生きてた。そんなことにならないように注意しましょう。仮に他人のために生きるとしても自分の価値観で他人のために生きたいですね。ということでこれからもしっかり学んで行動してジェネ道を歩んでいきましょう。終わりたいと思います。今日もありがとうございました。今日も気をつけていってらっしゃい。自分の人生を生きよう。